時時刻は午後1時を回りりままししたここから東海レジオお前チャンネルお前亮介がお送りしていきます今日は YouTube の配信も入ってるということでえー、どうですか YouTube でご覧になってる皆さん見れてますか映ってますか ?YouTube のコメントの方もちょっとえー、入れれたりするのかなちょっと YouTube の方も見てみますあああ来ましたねえー ハハハハハ b e のコメント見てたらいやおらんやんおらんやんギリギリやんギリギリ来たやんっていう <laughs> すぐそこにいるんですよお前はいつも本当にこのこれまあ映ってないですけどここにガラスがあってガラスの向こうスタジオの外にいるんですけども本当にこう一時なって。 でジングルが鳴り出してジングル終わりにカフをあげるっていうのがプロやって思ってて思るんですよ <laughs> でギリギリに大体いつも,もうそこにいるんですよそこにいるんですけどギリギリに入ってくるっていうちょっと早めに入ったりとかすると心配されるディレクターとかプロデューサーに「えっど,どうしたんですかお前さんなんか なんかやらかしたんですか今日えらい早く入ってって1分前に入っただけで心配される、ね、えギリギリにまあ、そんな いつも通りの様子を、えー、今日 YouTube の生配信でも、えー、見ていただいてるということで、えー、基本的には、まあ、曲中とかはちょっと止まったり止まるというか映像切れたりとかする瞬間もあるのかもしれないですけど基本的にはもうずっと、えー、3時まで、えー、生配信続きますんで是非、えー、最後まで見ていただければなと思いますコメントの方もあのー、拾えたらちょこちょこ拾っていきたいなと思ってますんであのー いいろんな人いんいんねんなな人ねと思ったんですけど昨日ねあのー、リスナーさんと喋ってた時にそのリスナーさんが、えー、4日間ぐらいなんか地方に仕事で行ってたとで4日間ぐらいビジネスホテルに泊まってたんですっつってでビジネスホテルでユニットバスわかりますよね。 湯船があってその上にシャワーがついてるで横にはトイレもあるみたいなユニットバスだったんですってねもう僕大体ホテル選ぶ時はいつも大浴場とかついてるホテル選ぶんででももうほんま「数年ぶりのユニットバスやったんですよ」っつってほんでユニットバスで浸かろうと思ったらどう浸かるんやったっけってなっちゃってなんか X かなんかで、ね、みんなはどうやって使かってるみたいな。 なんか配信かなんかをやって、あのーまあ、いろんな友達とか知り合いにこうやってるああやってるよみたいなことを聞いてたらしいんですけど一択じゃないユニットバスで、まあ、ユニットバスで使かろうってまずあんまり思わないんだけど、まあ、僕も東京住んでる時とかはもうずっとユニットバスの家に住んでたからどうしても使かりたい時ってもう一択じゃない。先ににに湯湯湯船船お湯溜めてで湯船に使ってでっ である程度使ってよし体とか洗おうと思ったタイミングで栓抜いてお湯抜きながら髪の毛洗ったり体洗ったりしてあがるってこの一択しか想像つかんくないお前さんどうやってますって言われたから「いやこうやってるよ」って「それしかなくない」って言ったら「いや違うんですよいろいろあるんですよ」っまそうやる人もいますでまあまあもちろん普通にまずシャワーだけっていうのがもうつかないシャワーだけっていうのがまあ 1> 1つ目で2つ目が大前さんのやり方で3つ目が1回さっきシャワー浴びますでシャワー浴び終わった後に体きれいにした後に1回ユニットバスから出てお湯をためますでお湯をためてる間は全裸でベッドの上に転がってますでお湯がため終わったらゆっくり浸かるっていうこんな人いるんですよ何それめっちゃめんどくさいやん2回もお風呂入ってって言って。 でもう一個がってってお風呂に栓をした状態でシャワーで体とか洗って頭とか洗ってそやってる間にその洗ったお湯が溜まっていくじゃないですかそれ溜めて最後それに浸かるってめっちゃ汚いやんって体の汚れ全部落としたところに最後浸かるってめっちゃ汚いやんゆるんですよ 何それっていやいや絶対俺のやり方が普通やろっつってで僕今回4日間やったんで「全部試したんですよ」って「めっちゃ暇やん」なんで全部試すん?」ってすごいなって全部試したんですでどれが一番良かったと思いますいやそれもう俺のやり方やろお湯ためてからやろそれしかなくないおすすめは一番良かったのは先にシャワー浴びて お湯ためてる間全裸ペットその後ゆっくりお風呂入るこれが一番良かったんですよ俺今これギュッとして喋ってるけど40分ぐらいそのこの話を聞かされてんねんけどね俺本当はね40分ぐらいずっとこの話聞かされてんねんけどこれが一番良かったんですよでも俺は思ったねだからなんやねんって <laughs> お 「俺はこれからもそもそもシャワーしか使わへんし仮に浸かるとしても絶対に先お湯ためるし」って「一回シャワー終わってちょっと体拭いてベッドでゆっくりしてもう一回浸かりたいって思わんような思わんようなましてその洗い汁に浸かるって何やねん」って一番考えられへんわっていう。 一番ないけどね、そのやり方はと思いながらも。ということで、今日のメッセージテーマ、そりゃないぜということで、えー、X# ハッシグおまえちゃんをつけて投稿するか、東海ラジオウェブサイトの中、メッセージボードからおまえチャンネルを選んで送ってきてください。えー、YouTube の方もね、あのコメントお、全然お待ちしてます。あらいいるわ汚いっててるわ声が小さくないって言ってる人もいるんですけど、今 YouTube 見たら。でも 一人だけなんですよね声小さくないって言ってるの一人だけやからねえ聞こえてますよね多分みんな言ってないから多分先方の問題かな。 先方側の音が小さいんじゃないかなそっちであの、うん、一回あの自分の持ってるキャリアドコモならドコモソフトバンクならソフトバンクうんに行って音小さいんで音の上げ方教えてくださいそれあの音量の上げ方教えてもらえると思うんでぜひ音量上げて聞いてみてください、えー、番組公式 LINE もありますぜひ友達登録してくださいいただいたすべてのメッセージの中から2名の方に番組オリジナルステッカープレゼントしますエンディングでやってます危機一発今日9000円 結構額でかいですよ9000円分のアマゾンギフト券プレゼントしますのでぜひ参加してくださいそれでは今日も一緒にオーマイチャンネルさあ今日の一曲目テレビドラマー「素顔のままで」の主題歌「コメコメクラブ君がいるだけで」でした。 さあメッセージ紹介ししていきましょうそりゃないぜということでええー、やマリアさんからあの YouTube のコメントで「お前さん動いてる?」って言ってるコメントを笑うっていうそれ動くよ YouTube と俺止まってると思ってた止まりながら喋ってると思ってためちゃくちゃ動くよ他の DJ の3.5倍動くよほんで。 えー、メッセージ紹介していきましょうそれはないぜ、えー、こちらは晴れ女さんお前さんの大好きなルーズソックスは高校卒業同時に流行りました履きたかったですえぇールーズソックス世代じゃないの晴れ女さん古世代の人なんやもう一個上の古世代の人なんやじゃあさ 今なんか平成レトロとか言われてさそれこそ橋本環奈ちゃんとかがさ当時のギャルとかやってたりするやん。でなんか昔はこんなギャルがいたんだよって言われる、まあ、昔って言われてることも悲しいんだけれども昔はこんなギャルがいたんだよっていう出てくるギャルが本当に大前の学生時代ど真んん中なんですよそれがもう昔って言われてるんですよ。あれ女は さらに昔ってことよなだから幕末世代とかそういう着物着てる方が懐かしいって思うのかな。えー、こちらは マグロフレークさん冷蔵庫に残ってる食材を入力して検索しレンジだけでできる簡単レシピを見つけて作り始めましたいい感じに進んだところで「マルサラを大さじ2杯」と出てきて全く知らんワードが出てきて携帯放り投げましたっていうえ調べるくない作るときにさ調味料何いるかなまで全部見るもんじゃないの 普段料理せえへん人やからお前とか普段料理せえへんから張り切って料理しようと思ったら全部揃えなあかんと思うから調味料とか全部調べるけれども、まあ、毎日料理してたらまあちゃちゃっと材料だけでやれそうやってなって調べへんもんなん調べるよなそんな後半に丸皿でつまずくことある結構何作ろうかなの序盤で丸皿に気づきそうなもんやけどなアラベスクさん ある番組で「赤っ恥エピソードを送って」と言われたから「赤っ恥エピソードを送ったら不愉快ですって言われました <laughs> 誰に誰に言われんのめっちゃおもろいやんその人「送ってきて」っつって「私こんなことで赤っ恥書きました」っていやこんなことで赤っ恥っていうなんて。 不愉快です <laughs>。何送った。じゃ、送った文明教えてほしいわ。アラベスクが悪い可能性もあるからな。 それはさすがに不愉快だろうっていうなパターンもあるからなちょっとアラベスクがどんなの送ったのか教えてほしいですねそりゃないぜということで、えー、メッセージをお待ちしてますさあビトル こらはビトルですよろしくお願いしますさあ、ここからお前ワールドですね、えー、ビトルも今日生配信なんで本当にビトルも映っていいんですかもちろんです大丈夫ですかあの結構顔が濃いので見すぎると胃もたれする恐れがありますの、ね、で<あ>ご注意くださいちょっと胃薬飲みながら見たらいい <laughs> さあこのコーナーではビトルとおいろんな世界の魅力などを伝えていくコーナーなんですが、はい、え毎回ランダムでピックアップするエリアを決めていくということで、えー、前回の放送で今日のピックアップ,ッアップがコートジボワールに決まりまりした、はい、えーコーートジボワールのどんなことを紹介してくれるんでしょうか。はい今日はカカオ王国 コートジボワールです。はい。まあカカオといえばチョコレートじゃないですか。で、うん、チョコレートといえば、もうコンビニにもたくさん並んでる。ガーナチョコ。ガーナ。ガーナというイメージが強いんですが、実はカカオの生産量でいうと。コートジボワール、世界で1位なんですよ。は<ー>で今日はそんなカカオとコートジボワールについて、いろんなお話ししていきたいと思います。はあ、今この。全世界で。あのカカオの生産量がコートジボワールが。 およそ割割から4割なんで,すよであの世界一を誇っときながら実は日本でなかなか手に入ることができないんですよ。えコーートジボワールのカカオはというのもコートジボワールのカカオは結構ちっちゃい農園とか個人で経営してることが多くて、うんうん、でなかなかその生産とか品質とかが守られてない状態でこの世に出てしまうので。 質よりとにかく量を生産してるんですよなので隣の国のガーナは国の政策でとにかく質のいいものを定期的に届けようっていうので日本とのパイプがしっかりできてるんですいい,いいというか、はい、ちゃんとある一定の,その基準を超えたカカオが全部入るようにガーナはなってるんだ、うん コーートジボワールはいいもののもももああれば悪いいももるみたいなそう,うとにかく質より量をどんどん作っていこうっていうのがコートジボワールででももう本当に自分のうちのコートジボワールだと家のこの庭にカカオの実ができてたりとか<う>あとスーパーに行くと意外とカカオってあの果物のコーナーに置いてあるらしいんですよ。<う>でそれを割ると 中に白い綿みたいなのがあってそれをフルーツとして食べることもできるしうん、うん、そこに入っているカカオの豆をいろいろ乾燥させたりすることでチョコレートになっていく<ー>身としても楽しめるしその身を焙煎とかして 加工してチョコレートにもする身も美味しいの,身もあのライチみたいな味がするし<ー>酸っぱい<ー>調べたらいろいろ出てきてでコートジュポワールに関してはあのやっぱり個人でやってるところが多いのではんはん業者がまとめて買ってくるんですよなのでコートジュポワールで。 カカオを生産してる農家さんが実際にチョコレートを食べたことないっていうこところがたくさんあるらしくてそれに対してガーナはちゃんと国でお金も出してやりましょうっていうのでちゃんと同じカカオを作ってるのにもう全然国によって稼げるとこと稼げないとこになってて、ね、<ー>でそれを今国が2030年までにコートジュポワールでもカカオを生産したらちゃんとお金を出しましょうっていう政策に今変えてるのでなるほどね。 少しずつ2030年にかけてあのコートジボワールのカカオが日本でも食べられるかもしれないという状態になっていきます。なんでそうなったかというとこのフランスのもともと植民地だったんですコートジボワール。年代に このカカオを作るためにこのフランスが入って、うん、でフランスがもう「質よりとにかく量を作れ」とそうすればフランスも儲かるとうん、うん、で1960年代に独立をして、うん、そのまま「質より量」っていう精神だけを引き継いだんですよでもこれでどんどんやっぱカカオをもう国の,この代表的なものにしたいって言ってどんどん変わっていってるっていうのが今現状でございますで今日はせっかくカカオトークしたので今日はカカオの「 たたっっぷり使ったチョコレート、うん、これはあの蒸しパンチョコレートを作ってきたのでよかったら召し上がっていただきたいなと思います。え 普通、え、にパパンンの上コートジポワールのカカオを使ってるってことこれはコートジポワールのカカオを探しても探しても出てこなかったのでガーナのガーナやガーナのこれ本当に簡単に作ったんですけど電子レンジで5分で作れる熱い熱い方を渡す普通取っ手で渡す熱い 新たに温めました。<ー>これ電子レンジでこのホットケーキミックス100グラムと卵、水をこの混ぜて、で電子レンジで600ワットで2分温めて、その後にチョコレートを上に乗せて1分温めただけという簡単なカカオが楽しめるデザートでございます。カカオというかもう別にチョコチョコやろ。でもカカオ72%のチョコ使いました。<ー> <laughs> まあ,まあまあなガーナのねまあなるほど実いただきますうんうん普通にめっちゃうまい美味しいですね、うん、ガーナのチョコだねいやーガーナいいなやっぱりガーナうんよかったぜひあのカカオカカオトークしながらこのチョコも楽しんでいただければなと思いますいやいやこうと自分はあるの <laughs> なんか一瞬これがちらっと見えたからさなんか <laughs> そののカカオ身が食べれんのかなと思って食べたことないと思ってテンション上がったらなん,かうんなんかよくある家で作ったその外で売ってるものに比べると圧倒的にレベルの低いパンケーキ飲食店で食べる飲食店で出てるパンケーキ ×0.1 ぐらいの <laughs>。 家で出てたらまあまあ別に美味しいかぐらいのパンケーキ <laughs> 昨日それこそ家で作って嫁が「これ美味しいからお前さん喜びそうだな」って言って大絶賛してたのが YouTube 見てくれてますよきっと奥さん奥さん奥さんもっと美味しいパンケーキいっぱいあるで、ね、<laughs> 世の中 <laughs> <laughs> でもいろんなねあのカカオ事情を知るとよりチョコレートのありがたみも分かると思いますのでそうですねよかったらぜひ チェックしてくださいじゃあ次回の国選んでください、はい、次回の国は次回の国はモルディブですモルディブ新婚旅行にはもってこいのなるほどわ、はい、かりましたじゃあモルディブで、えー、来週ビトルよろしくお願いします,します以上お前ワールドでした そりゃないぜーということでえーこちらは「ルンルン旅館に泊まるといつも感じるけど最初は派手に歓迎してくれるのに帰る時はびっくりするぐらい愛想がなくない?」ってえーそんなことあるなんか来た時も ようこそっつってやってくれてお荷物を運びしますねーみたいなやってくれて帰る時もも何やったらさおかみとか従業員の方がなあおく送り出してこうもう「ありがとうございました」ってこう頭下げてやってくれはるよなめっちゃ見送ってくれるよな旅館ってルンルンのその旅館内での過ごし方が本当に良くないんじゃん もう二度と来てほしくないと。普通にしてたら、普通のお客さんやったら、また来てください、ありがとうございましたってやってくれるけど、あまりにもその、んや、こんな、いや、こんな時間にそんなん言われても、持ってけへんでみたいな食べ物頼んだりとか、温泉もなんかもう、他の人と入るんやから、一回お湯入れ替えてくれとか、結構なわがままをルンルンが言うから、普通やってくれるよな、ちゃんと。これはルンルンに問題ありじゃないですか。 えー、マリエ悩みに悩んでお腹ペッコペッコで注文した時のウーバーのキャンセル通知めっちゃわかるわでキャンセル通知がすぐ来たらいいねんけど「待って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 キャンセルです」ってあるよな1時間半ぐらい待って。 これどうなってんの?」ってウーバーに問い合わせて「すいませんキャンセルになりました」みたいな「何やってんこの時間もあるしあとこれはもう本当にもうどうしようもない仕方がないしこれはもうほんま怒ったらあかんねんけども怒ったらあかんねんけどもめちゃくちゃお腹空いて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 頼んだウーバーが今この方が取りに行ってます」って言った人が「あのチャリやった時ああチャリチャリか」って。 あチャリかーってあのバイクが一番やっぱ嬉しいバイクの時が一番うれしくてその次来るまで「うん、あーチャリか」ってなるちょっと「あーチャリか」ってなるちょっと時間かかんねやーってなるそりゃないぜメッセージお待ちしています「 お前のすけが生放送でお送りしてますお前チャンネル今日は、えー、この時間ゲストの登場ですもう僕も若手の頃すごいまあ今も若手なんですけど、えー、1年目2年目ぐらいの時すごいお世話になった 先輩ですこの方ですショウクテイテッイですよろしくお願いしますお願いしますテッペイさんこんなおしゃれな番組してんのおしゃれかあんまり落語家とか来たらあかんみたいな <laughs> 大丈夫か大丈夫ですよ久しぶりやないやねー,わーテッペさんフ <laughs> 当たり前当たり前あなたはだって1年目2年目3年目は俺の時俺は7年目ぐらいやんそうですよなでも今23年やってるわけやんてっぺさんねそうやろそうですよね空吹けるってねもうてっぺさんだってもう偉い偉いんですよね落語家さんだってもうい,い,らないよ全然ねえらいんですよねえらないえらない,偉い,偉い,偉い感覚は変わってないよでもな,な,なんか、うん、な,なんとか賞みたいな ああ文化庁の芸術祭もいただいたしなにわ芸術祭もいただいたしすごい、うん、だからあかんであの時の話とかもあかんこと言うとあかんしいろいろあるけどもそれあんまり言うとあかんこともあるからな <laughs> からそうですねあかんであかんでいや今一生懸命落語化してるからなですよね、うん、なんかあのー 落語家さんの世界と、うんでまあ、同じ芸人なんですけどその落語家さんの世界、うんまあ、話し家さんの世界とで僕らとかみたいなその、うん、漫才とかコントとかをやってる、まあうん、いわゆる、まあ、みんなが想像する若手芸人の世界ってちょっと。 と違う世界にあるんですよね。そうそう昔は僕の師匠鶴瓶とかが若手の頃は漫才師も落語家もみんな一緒で交流があったのよ。でもそのやっぱり養成所っていうのができてから、なんか一個川が真ん中に流れ出して、でそこの川には橋がなくなってきたよな。で読んで息切れがのあれとそう、本当に接点がないんですよ。うん、同じ世界にいるのに違う世界の人なんですよ。そうそうでそんな中。<laughs> 哲平さんが若手のライブとかに出てくれてその落語家さんの世界と、うん、そのいわゆる若手芸人の世界のその架け橋を哲平さんがこう作ってくれてたっていう。まあ まあもちろん、まあ、うちの師匠もそんなに落語してませんでした僕はやっぱり鶴瓶話に憧れてね、うん、あんなおっさんおったこんなおばさんおったってね <laughs> そのあれ,あれに僕は憧れて入ったからはい、はい、落語家になるために入ったわけじゃないくてねただただ鶴瓶話に憧れて入門志願したの<ー>だからほなお前ナイトライブとか出ろや。 ははい,はい、はい、で3分で漫談するとかね,ねいうふうになったわけですよ落語会になりたかったら他行ってるよそら <laughs> なんでそんなこと言うんすか <laughs> なんで落語会になりたいのに落語してないとこ行くねうの確かにね<の>ー,ーショ匠が落語してるイメージあんまりないですもんね,ね今はすごいよされてるんですよね今はすごいけども、えー、当時はね年2回ぐらいやったからだからあのーうん、南川さん今もまあすごいね売れてますけど南川さんと、うん そ哲平さんとよう三人でなんか焼き肉作りたいあいつもったで今頑張ってるで笑福亭左高として鶴子一門になって元光茂家の片山の片山ね、うん、ああそうですわ、うん、そうですわ大体その三人やそうっすねな南川大前ほんで片山,片山でよう飲みに行ったそうす けまだからちょっと待ってくれ俺も言わしたらお前もやそんな言いだしたらお前もやかおかしいやんで俺俺だけ言われるやんかゲストやろ俺ゲストじゃんえでもこんなん言われですけど僕やっぱあんま体型変わってないですよそれは言うな哲平さんねっ哲平さんもっと細かくシュッとしたお兄さんやって哲平さん 着物は太らない似合わへん。だからもういやいや泣きながら飯食うてるかん <laughs>。職業のために。いやでも、なんか本当に今日本当にもうだから十何年ぶりす、ね。そう、多分ね。うん、テぶさんお会いして、うん、本当になんか。あんか僕が言うのはなんかすごく偉そうで失礼かもしれないですけど、うん、なんかその。本当に貫禄というか。うん、あ。落語家さんやっていう。ほんま。はい。 はーそう,う自分ではそんな意識ないよ、うん、全然今まで通りやってきてただ23年過ぎたっていう感覚だった、ね、いやいやいや落語家だから本当僕がこんな言うのも失礼なんかもしれないですけど <laughs> いやいやそいやそやあなたもすごいやんか東京へ出て行ってこの名古屋という地でねいやいや あの今もう寝、ね、張ってすごいやお前という気が今なってるわけや,いやだからなんか嬉しいですあ,の、まあ前回はあの電話でね一、うん、回出ていただいて今回生出演っていうなんかその僕の番組にてぺんさんがゲストで来てくれるとかっていうこの状況が。 めちゃくちゃ嬉しいですよ。やっぱりそうや、だから俺もめちゃめちゃ嬉しかったよ。よ、うん、や本当ですか。ああよかったって、断られたらどうしよう思ってたよ。俺。断るわけないでしょ。断るわけないでしょ。また熱出すんちゃうか思って。<laughs> <laughs> <laughs> ほんまに、また電話かおえいと思って。よかったよ、これっで。<laughs> ね、すねね<え>ありがとうございます。いいえ、こちらこそ。すごい嬉しいです。はい。さあ、そんな哲平さん。えー 東名阪ツアー鉄、えー、独演会東名阪ツアーがあー明日大阪公演からスタートということで、ねうんえー、ちょっと詳しく教えてもらっていいですか、はい、あのー、まか、あ。大阪東京名古屋とお今、独演会を毎年やらせてもらってましてはい、はい、でこの名古屋では11月16日土曜日に、えー、メニコンアネックスひとみホールというところ、はいえー、あれは中区中区ですかねえー、<laughs> いうところにあるんですけどそこで。 まあやらせていただくということなんですけども、うん、で披露するのが「徹平トーク、はい」これはまあ鶴瓶話ですね、うん、まあスタンドアップです様相でスタンドアップで大体30分ぐらい漫談するかな、うん、でそれをやって今4年前からねノンフィクション落語っていうのに取り組んでてこれすごいっすよねあの、はい 一般の人の人生を落語にさせてもらうという<ー>えー、すごい。今年はね。群馬県の安中市にお住まいのおじいちゃんと孫の話なんですけどね<ー>、えー、全然おじいちゃんと。 距離が遠かった孫がある仕事がきっかけでおじいちゃんにインタビューすることになるほんでそれでおじいちゃんのパーソナルがどんどん分かってきておじいちゃんのことをちゃんと知れておじいちゃんもう亡くなっちゃったんですけどはい、はい、おじいちゃんのことをちゃんと知れてお別れできたというねめっちゃ素敵、うん だから生きてるうちにみんな近い人にはねちゃんと目見て話した方がいいようそういうちょっと、まあ、あの僕なりのメッセージを込めてやらせていただく落語私なんかそういうのって、うん、えまあ最近だったらテレビとか YouTube とかで、うん、まあドキュメンタリーでその映像でえ見ることが多いと思うんですけど、はい、やっぱこう落語か落語でこう、うん、ちょっと頭の中で情景を想像しながら聞いていくっていうのは。うん ま,また全然そう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 うんだからまあ是非落語聞いたことない方もね、まあ、来ていただいて「あ落語ってまあそんな難しいもんじゃないですからうん、うん、はっきり言うて日本語しか喋ってませんからねそ,それをわからん」って言われたら逆に怒りたなりますこっち側が。てっいさんんがやってるんやるからどううことどういうこと,どういうこと <laughs> どう,いう,うそれしいさの僕の知ってた哲平さんが「うん、あもうえらい落語家さん」っていうのがなんか急に落語と距離近なった気がして <laughs> なんか嬉しいですそうやなあの時は落語の「ーも出してないから飲んでる時はな。で古典落語落「らくだも」さあこれはこうこれもう笑福亭が、ね。 張福亭が本当に大事にしてる私の師匠、鶴瓶の師匠六代目諸葛師匠がお箱にされてたネタで、はいうん、これ演目自体で60分あります、うん、大体60分ぐらいあるんで60分ずっと俺、右向いて左向いてずっと喋ってますから感動するからね 本当に落語って泣いてるお客さんとかいますよねそうやねまあ人情話とかだとまあそれだけ自分の中でストーリーをまあ入れてくれはる人はね感情移入してくれはる人もいらっしゃいますけどいやぜひ皆さん名古屋公演行ってくださいついに明日から、えー、大阪公演も始まるということで、えー、詳しくは、えー、ホームページや SNS をチェックしてくださいはいせだてっぺさんさんか最後になんかあればぜひお願いしますなんかあれば 雑くな何か,かあれば言いたいことあったら言うてや」って「何それひどない <laughs> 普通あの何か意気込みを」とかさ何 <laughs> かあるやんか、うん、なんかあったら言うてください <laughs> なければもう閉めますけど <laughs> みたいなどうしますごめんしゃ,べしゃべります。 <laughs> 11月16日土曜日です、はい、名古屋公演、はい、メニコンアネックス瞳ホールで、えー、やらせていただきますのでぜひお越しいただきたいと思いますぜひ皆さん行ってください、はい、ということで今日のゲストは笑てっぺいさんでしたまたぜひ来てくださいぜひお願いしますありがとうございましたありがとうございましたいきますかれるようになりました喋れるようになりましたオラビトールでーす大前さんが休憩中の間にちょっとだけ喋らせてもらいますビトールは今どんな気持ち 今どんだけ、今双子が家でギャン泣き中なので、間もなく帰って双子を怪しに帰ろうかなと思ってます。この後また、お前さんが戻ってきて、またお前チャンネル始まりますので、ぜひ楽しんでいただければなと思います。すごいな、この、この椅子初めて座ったけど、すごい成功者の椅子ですね。またいつかここも座りたいなと思います。お前さんは今ちょっと休憩中で、 あの一旦戻ってきてまたこの後あのいろいろとオンエアもしていきますのでこの後もお楽しみにチャンネんかあのー、本んにあんまり今まで落語に触れてなかったよっていう方でも本当になんとに何つったらいいかな一人芝居を見てるようなうん本当すごい世界観なんで。 いや、めちゃくちゃ面白いと思うんで、ぜひ行っていただきたいなと思います。さあ、メッセージ紹介しましょう。そりゃないぜ。ということで、こちら、レベル41。学級会の時間、役員決めで、えー、僕が学級代表に選ばれたら、担任が、本当にみんなこれでいいのクラスの代表だよ。任せられんのもう一回みんなでちゃんと考えて、今から投票で決めることにしますって。 システム変えられましたどんだけ嫌われてんの先生になあどんだけ嫌われてんのこいつだけはやらしたくないシステムを変えてまでこいつにだけはやらしたくないっていうえー、マリコリン3歳の娘とおままごと中笑顔で「おばさんは何が欲しいですか?」って言われました <laughs> ママはおばさんなんやななや <laughs> えー、俺もおじさんって言われんのお娘に「<laughs> 街中の女性は全員お姉さんだ!」って教えてるのにっていうえー、こちらコーディこれあるよな「シバスとか乗ってたらさ「あの次降ります」のボタン子供が「押したい!」って言ってて「次だよ!」っていうところで「 知らないおじさんに押されました <laughs>。いや、その、知らないおじさんも降りたいから。知らないおじさんだって降りたいもん、そら。子供がそこで降りてくれるって知らんからさ。いや、わかるよ。子供のこと考えたら、<laughs> うちの子にも差し上げたかったのにって、そう思うけど、めっちゃわかるけど、知らないおじさんも降りたいもん、そら。えー、いてこちら。 ポンスケさん天気予報が晴れ予報だったので洗濯物を外に干して出かけました帰りが遅くなりました洗濯物がなぜか濡れてましたゲリラ豪雨があったみたいですっていう洗濯物干しててね、えー、雨に濡れてたっていう一昨日実家帰った時ちょうど京都雨でで洗濯物が雨やのに外に出たままやってで 母親が京都駅まで迎えに来てくれて父親はもう先に家に帰ってたのよねでそれパッて見てあのー、うちの奥さんが「あれお母さんこれ洗濯物出さなく入れなくていいんですか?」っつってだからうちの父親が「ああいやいや俺あのー、帰ってきて雨降ってるからあれ入れた方がええんかな」思ってパッて触ったら「あのまだ服乾いてなかったから <laughs> まだ干してんねん」で松原も義理のお父さんやから。 そ心の中では「何言うてんのこいつ」って「何言うてんのこいつ」っていやいやいや乾いてんのじゃなくてあに濡れてんねんだから入れないともっと濡れんねんってそゃもちろん思ってたやろうけども義理のお父さんやからそんな強く言えへんから何か言いたそうな顔で俺の目見てたわ <laughs> それに気づいたおかんが「あええねええねえねえ,ねえねともみちゃんもうそういう人やから」って言ってた <laughs> えいやでもせ,せやけどお前まだ湿ってたからな <laughs> 湿ってたじゃないねん濡れてんねん雨で、ね、だからいち早く少しでも早く中に入れなあかんねんっていう急な雨ね大変ですからねえー、そりゃないぜーということで、えー、今日はメッセージお待ちしておりますそして YouTube の方のお生配信も、えー、今やってますんで、まあ、お時間あるよっていう方はぜひそちらも生配信の方も見て頂ければなって思います

中日新聞の予感から久し早い情報を伝えてもらいます。今日は中日新聞デスク谷村さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。ます YouTube の画面見ながら喋っております。あら谷村さんも。はい。ありがとうございまもしよかったら谷村さん側の動画も見たいんですけどね。<laughs> 見るほどのものではありません。<laughs> ありがとうございます。はい、えっ、ー、と今日の話題ですが、はい。えっと神奈川県のですね。 えー、暴力団対策にいつも当たっているあの警察の刑事さんが弁護士さんなんかと一緒に、えー、劇団を結成してですね<う>、えー、暴力団排除をこうテーマとする、えー、劇を上演したという話題をお届けしたいなと思います<ー>劇団を作ってと、はいかすごいですねあのー、まあ暴力団対策の、えー、暴力団対策課 というところに所属する刑事さんということでまあ普段まあ暴力団員とあの,こうの犯罪をこう摘発するような厳しい仕事をしているのでみんなあの表情があの怖くなっていくそうなんですけれどもまあそういう方々がえもうあの一生懸命劇をやっているというだけでもちょっと面白いかなと思いましたえっとまあ物語というのがありましてですね えーまあ、一度、摘発されて、組長が,あの組長が摘発されて、ですね不在となった暴力団が、まあ、資金源としてまあ特殊詐欺ですね、あの電話を使ったり、SNS を使ったりする特殊詐欺ですが、手を染めるという設定でですね、組員らがこう刑務所から出所した組長にですね、億単位の金が入りますと、うんうん、得意げに語るんですけれども、うん、まあ最後は一斉に逮捕されてしまうと。うん いう内容だそうです。約15分間激だそうで、うんうん、まあこの間にまあ近年まあ増加しているまあ投資詐欺とかですね、えーありもしない投資話を持ちかける投資詐欺ですね、そういったものを紹介したりということでまあ皆さんに注意を促すということになっているそうです。まあ劇団名カブトムシと言うんですけれどもはい、はい、これもなかなかあの。 ななんんか、えー、よく考えられてるなと思うでまあ、えー、暴力団の B ですね、はい、ローマ字の頭文字 BB を取る B ルる B トる<ー>といえばカブトムシ <laughs> という、まあ、連想ゲームのような形で<ー>あの名をつけたそうで、まあ、そういったあの、まあ、民間の方でですね民事改良暴力とかに対応している弁護士さんとか、うん、8人で。 作っているとそれはあのー、どういう人たちに向けてそのお芝居を見せているんですかはいあのー、一番最近横浜市内であのー、上演されたそうなんですがまあ、はい、本当に一般の、えー、人たちということですね確かにあのー、見ようって思いますよねもちろんあのー ちゃんと言葉でこれ危ないよって伝えてくださってることも,もしか聞かなきゃいけないんですけど、はい、でもやっぱ1個こうエンタメにしてくれると見やすいしで,す、ねはい、で見た上でああなるほどって思いますもんね。そうですねあの免許更新とか言ってもなんか普通にこれ危ないよって言葉で教えてくれるんじゃなくてんか1個映画見るじゃないですか <laughs>、えー。ああれ見見ることでまああっちの方がまあ見やすいし あかんなちゃんとせなって思うじゃないですかそうですねあれ見てしまいますよねあれ見ちゃうんですよねあれに近い感じあるのかなと思って、えー、そうかもしれませんね、えー、すごくいい取り組みですねあ、はい、まあ,あ、はいえー、紙面でもあの写真が一コマ紹介してますけれども、うんはいかつゆ刑事さんがですね、えー、逮捕されてあの落ち込む姿が写真に写ってますので、まあ、ぜひ新聞読んでいただければと思っておりますはい,はいいぜひ皆ささん見てくだありがとうございます中日新聞デスク谷村さんでした Oh, my channel さあ今日この時間はスポーツの秋を前にラジオ聴きのあなたにご自身の健康に関心を持っていただこうとスタジオに愛知健康増進財団保健師笠原陽子さんにお越しいただきましたスタジオの様子東海ラジオ公式 youtube で配信してますのでどうぞ皆さん見てください笠原さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお願いします 今日はな何をやっていくんですかねもう僕の台本には何も 内容は載ってないっていう本編って書いてます。はい、<laughs> はい。えっ、ー、とまずは、はい、あのお父様になられたそうでおめでとうございます。父になりました。<laughs> えー、そんなお前様にも、はい、あの事前にアンケートにお答えいただいてまして、はい、少しあのそういう中立でちょっとパパになられたこともありますので、はい、一番気になったところは健康診断は OK ですかっていうところがいいえということでしたので、そうなんです、あのー、もちろん。 受け去年受けたんですけども、はい、それがもう本当に何年ぶりだろうっていうような健康診断で。 まあ定期的に受けなきゃいけないねと思いながら今年はまだ受けてないみたいな状況ですね。そう,そうなんですね。どうやったら安心しました。まあ一年とかね、二年に一度ぐらい,はい、はい、あの受診をしていただいて、ご自身の体と向き合っていただくということがとても大切になってくるかなと思いますので、そ,でね、そろそろあの生活習慣病と言われるもののターゲット年齢にも少しずつ足を踏み入れていらっしゃると思いますので、うでもう四十なんで。<laughs> 結構ちゃんとやっとかないと危ないんじゃないかと思ってはいるんですけども本当に、うん、あの睡眠時間もきちんとね取れてらっしゃるっていうお答えを頂い,いてましたのではい、はい、その辺ではとても安心だなと思いますのでやはりあの毎年検診を受けて頂い,いて、うん、そのデータを追っていただくとかっていうことでもやはり少しの変化などから、うん、あの疾患の兆候だとかそういったことも分かりますし早期発見が早期治療へとつながってまいりますし、はい 生活習慣を改善していくということのきっかけにもつながってきて自分がじゃあ少し間時間にウォーキングを取り入れてみようかなとか、うん、少しずつお子さんが成長していらしたら一緒に何か運動してみようかなっていうようなことにつなげていってくださればはい、はい、ご家族の皆様でご健康に向かってくださるのじゃないかなというふうに思います。うん、え先生、質問してもいいですか。 あれな名古屋市だけですかねなんか40なったからやと思うんですけどなんかけ健康診断のの案内みたいなんが、はい、あの名古屋市はそういう40歳とか45歳とかキりのいいところでそれで健康診断を促したりとか、ねえー。なんかそれで受け入れるんですけど、はい、多分もっとプラスでお金出したら。 もっといいろろ受けれるなかなか難しいんですけれども、はあ、やはりそのいろんな気になる箇所が終わりになったら、うん、そういったとこをあのチェックできるような項目を入れていただくだとか、うんうん、その胃の検診っていうのは例えば胃カメラであったり胃、はい、の,のバリウム検査であったりというのは、うんうん、胃がんの早期発見につながりますし、うん、あとはその便潜血っていって便に血が混じってないかとかっていうようなことだとはあ、はあ、大腸がんの スクリーニング検査という形になりますのではあ、はあ、全てそういうところにもし何か陽性が出れば、うん、陽性密検査というような所見が入ったとしましたらそこからあの二次検診として、えー、病院などをご受診いただいてしっかりとチェックをしていただいてこれなら大丈夫ですねというようなことをあの回答いただければご、うん、安心して生活を続けていただけると思いますのでなるほど、まあ、まずはやっぱ定期的な検診がとにかく大事だよってことですね。はい、そういういいいに思いますかりました覚えましたはい しっかりやります。さあ他はどうですか先生。他のところではあのちょっとねあの背中の痛みがあるとか。そうなんです。疲れると背中が痛くなるんですよ。あの例えば運動習慣は何かお持ちでいらっしゃいますか。運動はでも全然しないです。 そうなんですねてい <laughs> とかいっぺんやってらっしゃるかと思なん <laughs> びっくりすると思うすけどあそうなんですねもでもすごくスレンダーだから何か運動してらっしゃるかなと思ってたんですけど全然しないですよあそうなんですねしなきゃですよねあじゃあ少しずつあのこれから季節が少し進んできますのではい、はい、紅葉を身がてらちょっと歩いていただくだとかストレッチを取り入れてイ部の筋肉を伸ばしていただくそんなことからでも大丈夫だと思いますので、うん、ぜひ何か取り組んでいただければと思います。 運動はやっぱしなきゃダメですよね運動と定期的な健診 <laughs>、ね、これは皆さんリスナーの皆さん40の大前が言われてるってことは41のあなたも53のあなたも67のあなたも大 <laughs> 前以上の方はもうもれなく全員ね、はい、その通りでございますそうですよみんなも運動して、えー、定期健診しっかりやってください。 さあそして今日はここでですね、えー、愛知健康増進財団様から健康に役立つプレゼントもあるということで、はいえー、自宅で簡単に首のストレッチができる首枕わまラグリラックビを10名様にそしてオムロン上腕式血圧計,血圧計を10名様に。 オムロン体重体組成計を5名様にプレゼントします。ご希望の方は東海ラジオウェブサイトプレゼント欄からご応募ください。締め切りは10月16日水曜日の23時59分です。先生なんか言い残したことないですか？ね、あのこれからも素敵にお年を重ねてどうぞお幸せにいらしてください。先生素敵。いやどうでもいいす。<laughs> 素敵な年取っていきます。はい。はい。 <laughs> ということで、あ、当選者の発表は、えー、発送をもって返させていただきます、えー、笠原洋子様にお話を伺いました。ありがとうございましたありがとうございましたさあ、メッセージ紹介しましょうそりゃないぜということでこちら、うささぎさん今日の朝 夫とおやつタイムをしていた時夫がスマホゲームをやり始めたので私はおやつを食べ終わったので別室に行こうと移動しようとしたら。 夫の機嫌を損ねてししままいました夫に「おしゃべりしながらゲームしたかった」と言われ「私はだってゲームに集中したいかなと思ったから別室に移動しようとしたんだよ」と話しましたが「そういうことするんだもういいじゃあ寝室行きな」とリビングを追い出されてしまいました。 え私が悪いのゲームしながらおしゃべりできなくない私はできないししたくないけどそりゃないぜ夫と気まずいですっていうこれ一個だけ確認やねんけど大人と大人の会話これこれ大人と大人が本当にした会話お,お母さんと息子の会話じゃなくて夫と 夫がゲームし始めたから外出ようとしたら何どこ行くん俺はゲームしながら喋りたかったのそんなゲームしながら会話できひんやんって大人と大人の会話あと朝からおやつタイム朝からおやつタイム導入してんのえー、酒飲み子ちゃん元彼と旅行中にこんな時になんやけど。 別れれれててくれって言われましたそんなことある旅行中にそれやったら旅行前に言うてくれと帰り地獄やん地獄やんそっからどうなったんめっちゃ気になるわ旅行中の何かで別れたくなったのか何なのかえー、こちらバトン・トワラーさんえー、31サーティワンアイスで」で 一人前に並んでいた中学生らしき、えー、男子が注文してたのがえっと抹茶と抹茶とであと抹茶抹茶,抹茶,抹,茶抹茶に抹茶のせて抹茶のせた抹茶トリプル私には考えられない。 好きすぎるだろうって夫は笑ってました抹茶に抹茶のせて抹茶のせてるやんすごいなそりゃないぜメッセージお待ちしてます東海ラディオ東海ラディオオーマイチャンネルオーマイチャンネル トカラジオマイチャンネル、ここからは、先月から始まった木曜日の新コーナーあ、ごめんなさい、先週から始まった木曜日の新コーナー、うん、オーマイテックシーズ工業高校を取材して紹介するコーナーなんですが取材を担当してくれるのはこの方々です自己紹介お願いしますはい、皆さんこんにちは私たちさくらクラディーションの 千葉県出身メンバー一の食いしん坊ひとみと鹿児島なまりの表役系ダンサーリリですよろしくお願いします,しします鹿児島なまりの以降はもう何もわからんかな表役系ダンサーです 憑依…あ、憑依系ダンサーなそう、憑依系ダンサーです。あんまりないですよね、この言葉 <laughs> あんまないな、憑依系ダンサー憑依鹿児島なまりの、いや,いや,いや鈴木だ <laughs> 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 あれ今はなんか憑依してるそれえー、ちょっと鹿児島人を憑依してるいや、憑依させてんのよ今もあやっぱなんかさっきまでとちゃうなと思って切り替えられますよ切り替えれる はい、標準語も喋れるもんね。標準語も喋れます。すごいですね。切り替わったもう目が変わったもんね。おお、さみちゃんが食いしん坊。食いしん坊です。どれぐらい食べるの。え、あのミスタードーナツとか十五個とか。え、それすらい。写真見せてもらったんですけど、もうとんでもない。 甘いものがとにかく好きでそういっぱい食べれますすっごい太らんの太ります太ん太ってプロデューサーさんによく怒られて怒られてんねやそう常にダイエットはしないといけないちゃんと食べた分の代価は払ってんねやちゃんと怒られてんねやまあでも頑張って痩せてっていうすごいですねで今日は誰が取材に行ってくれてるのかなはい。あリリちゃんの方がリです取材に行ってくれてるということでじゃひとみちゃんは一 ってないですよね今回はね。じゃあもうお前と一緒ですね。初めてここで聞く感じになりますね。<laughs> <て>さあ、えー、今日はどこの高校に行ってきたんでしょうか。はい今日は中部大学第一高等学校創造工学科の機械コースの二年加野森あおとさんの取材に行かせていただきました。はい。ではその様子どうぞ。今日お話をしてくれる学生さんです。こんにちは。こんにちは。 学部や学年お名前を教えてください。中部大学第一高等学校創造工学科機械コース2年の金森あおとです。あおとさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。機械コースでは実習の授業とかもあるんですか。はい、あります。えっと、僕が得意なのは、うん、旋盤と溶接というのがあります。何ですか、それは。旋盤というのは、その鉄のなに<鉄>素材みたいなものを、はい、削ったり。 え,ー、え面白そう、はい結構面白いです。えっおもしろえあおとさんは部活には入ってるんですかはいサッカー部に入ってますおお<ー>じゃあサッカー部の中でこれだけは負けないぞっていうポイントありますかそうですねチームの中で特に声を出す方だと思いますおっ、えー、聞きたいではせっかくなのでここでその誰にも負けない声を出してもらってもいいでしょうかはいやったー よゃいこう！<ー><ー>なんて言ったんですかよっしゃいこーよっしゃ行こう、はい、おーよくサッカー部で掛け声それ言うんですかそうですねチームでどんな時でも声を出すっていうのを目標なるほど <laughs>、はい、かっこいいですねじゃあ青とさんは中部大学第一高等学校に入ってどんな資格を取ったり何か受賞したりとかしてますか そうですね、えーと、資格は計算技術検定とか危険物リスニング英語検定プレゼンテーション表計算とかですね多、えー、い多い,おい、はい、すごった頭が賢そうですもんねありがとうございます <laughs> たくさんありますねその中で青 o さんが一番自信のあるものについて教えてくださいはいとプレゼンテーションというのが一番自分の中で得意です 例えばどんなプレゼンをされるんですかそうですね、プレゼンテーションはそのエクセルとかでその画像とかそういうのを貼ったり文字のコントを変えたりとか、うんうん、はいはいはいなんか動いたりするやつもありますよねそういうやつもありますお私もやってたのでちょっとた楽しさがわかります高校生すごいありがとうございますどうしてこの高校に入ろうと思ったんですか はい、そうですね自分、高校卒業したらその就職しようと思っていて在学中に資格をたくさん取れるというのを聞いたのと<ー>あと部活にも力を入れているというのを聞いたので<ー>、はい、そこを頑張りたいなと思って入学しました。 サッカー部も頑張って、資格も頑張って、すごい充実されて、かっこいいなって思いました。あり,ありがとうございます。中部大学第一高等学校創造工学科機械コース2年の金森青人さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、スタジオにお返しします。 プレゼンが得意だ高校生ってのすごいなかっこいいわ見てみたいねどうしたひとみちゃんえなんか賢そうだなって思った賢いね賢いで多分賢そう同じようなこと言ってたな取材の中でも同じこと言ってました頭賢そうって言ってた賢いしそのスポーツとかもできそうだからいやモテてるんじゃないかなモテそうやな確かにモテそうそういう目で見てたんだ 違うよ聞いてると自分が狙ってるとかじゃないもんなモテそうやなってしかもプレゼンが上手ってことはイコールトークが上手やからきっと会話も楽しくしてくれるってモテそうやなアイドルだから別にそんなさ好きな好きそんなんじゃないやんなしかも賢いからいい会社に就職するかもしれんし傷つけエンジニアとかで結構 しっかりお金も稼いでくるかもしれんい。いですね。ちょっとときめちゃってるんじゃないの？ちょっとちょっと揺らいじゃった？どうでしたりちゃんは実際取材してみて？いやもうなんか全部に全力っていう感じの男の子で、もうなんか元気な高校生って感じ。しゃーざーっつったもんな。なんて言ったかちょっとわからなくて。恥ずしいね。あんな巨き声出した後に。 <laughs> な,なんて言ったんですか <laughs> いやだちょ申し訳ないことしちゃったんですけど本当 <laughs> 気になっちゃって何 <laughs>、うん、て言ったのかなと思って。<laughs> いやでもなんか本当にスポーツできて勉強できてトークできてってなんか。 将来すごいことになりそうなねうんなんか頑張ってもらいたいですねはいさあ来週も桜グラデーションのメンバーが工業高校に取材に行った模様をお届けします、はい、来週は誰が行ってるの来週はリリ私かな私何回か行かせていただいてるであでじゃあまた来週もリリちゃんかもしれない、うん、そうかもしれないです明日は来週は あ、来週はミレイちゃんと、アロンちゃんの、うん。あ、リリじゃない。ええ<ー>。<laughs> 行きたかったね。行きたかったね。まあ <laughs>、行った後なんだけどね。ちゃんと文字やったな。ええー。ということで、来週もまたよろしくお願いします。えー、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ましたお前テクシーズ、来週もお楽しみに。 さあメッセージ紹介しましょうそりゃないぜーということで、えー、こちらは検査さ,んさっき14時からジブリパークの予約が開始だったので14時からジブリパークの予約が開始だったので、えー、14時ぐらいに予約しようとしたら自分より前に。 2万人以上の順番待ちでした。2万人 !2 万人ほんまに ?2 万人 !2 万人えっえなんか新しいとこオープンしたジブリパークってまた。2万人まあでもでもあれか1日で何千人って入れる から意外となのかなどうなんやろ、えー、こちらはアイちゃんパパ入籍して10年の記念日に向け入籍した年のワインを探して購入しケーキも用意し帰宅しかし嫁さんは何も覚えておらずワインも一口飲んであこれまずいからいらないと 全く盛りり上がまませんででしししたた一人でやけ酒しましたかわいそうかわいそうい,らいらないまずいもん口に合わないよその何 10, 10年前かなんか知らんけど入籍した日かなんかし知らんけどそんなよりも昨日できたやつでいいから美味しいやつ買ってきてよ、ね、いらないかわいそうえー、こちらは「咲のみこちゃん婚活パーティーに行った兄」 会場内で見事カップルになったらしいんですが会場出るなり「ごめんなさい太陽の下で見たら私間違ってたみたいです」と走り去られたそうですかわいそう。同じ経験したことあるけどな同じ経験でもないかあのこの女性側というかねクラブあんまり行かないんすけどなんか先輩に誘われてクラブ行ってなんか。 布石みたいなとこ座らせて,もらって、うん,んなんかお酒も飲んででなんか横に座った女の子なんかナンパしてなんか一緒に飲もうやみたいに飲んでた女の子となんかすごくいい感じになって外出て「あれなんかあれさっきまでと一緒の子?」ってなったことあったけどな <laughs> うん。 もう一見サクッと言ってほななっつってうん笑顔で帰ったよ <laughs> そんな走り去るなんてひどいことしないよ笑顔でちゃんと帰ったよ、えー、こちら豊橋の牛乳屋さん先日マスクを外した私の顔を見た初めて見た60代のおじさんに「あーああ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  ああそういう感じなんだって言われました <laughs> おいがっかりしてんじゃねぞ <laughs> あああ<笑><笑>えぞあああああああこちらは「すしたの娘がテスト頑張るからスマホを iPhone にしたい」と言い出しました、えー「今のスマホは使い始めて1年経ってないし」 そんんなコロコロ買えなえくくていいいと厳しく言い聞かせたんですけど気づいたらスマホが iPhone に変わってましたどうやら「おばあちゃんにおねだりしたようです」っておばあちゃん優しいからなおばあちゃんにおねだりしておばあちゃんに買ってもらうのがいいですよそれは。あとやっぱやっぱ iPhone が多いんやろね。多分だから何 ちょっとなんかみんなで暮らす写真とか,なんかみんなで遠足でとか集合写真みたいなの撮って「エアドロするわ!」っって <laughs>「エアドロするわ!」って言った時にそしたらの娘だけその時は「うーん!」っていったん「いったんうん!」って言ってるけど後から近づいてこっそりと「あごめんあの私あれあのエアドロないからあの写真で送ってくれへん」って「あーオッケー」っていうこの <laughs> この会話がな ちょっとななんやろなわからんんけどねあな iPhone がいいんやろな、えー。こちらはスモマロ「すもまろ母親としてトイレトレーニング頑張ってんのに旦那さんにそんなプレッシャー与えたらあかんやろ」と言われた時「くどいぐらいにトイレは?」って聞いたかもしれんけどトレーニングなんだから仕方ないよねっていうねあるやろなそういう教育方針みたいなんな。うちも今日離乳食で 自乳食バクバク食べないうちの子、うん、ほうれん草とかもう全然喜んで食べんねんけど今日初めてトマトをあげたらびっくりするぐらいそのアインシュタインみたいな顔してブワーンってなってもうそっからのスプーンつけられても他のおかゆとかお芋さんとかでももう,もうトマトなんちゃうか言うて他のも食べへんくなるぐらいうわーいやいやっつって初めてうん。でも食べって 頑張って食べーっつってあの松原はやるわけいやもう,もうええやんもう食べへんねんしもうええやん,そなん変色になったらどうすんのみたいななんか怒ってたスモモアロケと同じようなことが怒ってたわさあ、えー、エンディングキキパトチャレンジャー選びましょうかえー、今日飛べば9,000円で返すよいきましょう今日のチャレンジャーこの方鋼の生態資産 鋼のの師さんこの後お電話しますサイディング行きましょう。そりゃないぜということで結婚20年目の主婦さん。私の元彼は一緒に、えー、お風呂に入るとき湯船の中で歯,歯を磨こうと言いました。そしてお口をゆすぐときは湯船のお湯で えー、ゆすいでました初めて見た時そりゃないぜと思いましたが、えー、好きだったし何回も見ていく血になれました大前さんなら考えられますかそもそも湯船で歯を磨くのってセーフですかっていうその湯船で歯を磨いて、えー、湯船の水で口ゆすぐのはちょっとないなと思うけど湯船で歯を磨くことはあるで湯船で歯を磨くのはいいらしいゆっくりと時間かけて磨くからいいらしいようん 湯船使いながら歯を磨くのはありだって聞きましたけどねえー、さあ明日ロックバンドバックオンが登場しますでごめんなさい明日ちょっとお前があのお休みをいただくことになりまして代わりにイレーネさんがやっていただけるということで、えー、イレーネさんが1時から5時までズコンと4時間、えー、明日は担当してくれるということですさあ最後はこのコーナー行きましょうお前聞き一発 鋼の生体師さんお電話つながったんであ、その前にステッカーの当選者ピーノスケッコさんそしてハチノさんおめでとうございますさあ鋼の生体師さんお電話つながったんでしょうかもしもしもし,ーーもしもしああもしもし鋼の生体師さんもう1番5番14番20番どっかで飛びます9000円5と14でお願いします5と14でいくかじゃあ5番から、はい すごいよ。ありがとうございます。すぐ抽選、ぜひあのラジオでお聞きの皆さん、そして、えー、YouTube でご覧の皆さんに鋼の正太さんから一言どうぞ。<laughs> ありがとうございます。<laughs> よかったですね。抽選 <laughs> なんか好きなもの買ってください。<laughs> はい、はい、ありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。 <laughs> えー、ということで、えー、明日はまた振り出しに戻りますこの後はブリーズですイレーネさん明日もお願いします マイクはそっちのマイクです。右の方です。こっちか。うん、これね。あれこうしちゃうと邪魔なのか。うん、こうか。オッケー。これえ今もう。 乗ってるありがとうございました皆さん配信見ていただいてありがとうございましたねお疲れ様でしたお疲れ様でしたって、えー、コメント来てんなえー、キャー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 って言うてるなえー、へこさんお疲れ様でしたえー、ちゃんみーさんお疲れ様でしたちょっと読めない感じの人もお疲れ様でした ノルピーマン YouTube 最高ワイお疲れっていうあれ何年前ぐらいかな毎週金曜日のオープニングだけ生配信みたいなのをやってた時とかもあったんすよねえー、生で飛ぶってすごいね生で飛ぶすごかったねえ危、ー、機一髪ね見事飛びましたからね ちょっとせっかくなんでコメ YouTube のコメントはほとんど読めてなかったんでちょっと YouTube のコメントを読んできますかえーあでもあれか遡ってみたけど飛んだーっていうのがあれですね えー、黒ひげ飛んだ瞬間見れたの嬉しいです。いや、見たことあるやろ。人生で、幾度となく黒ひげが飛ぶ瞬間。な友達同士でやったこと何回もあるやろ。黒ひげ飛ぶ瞬間。えーまあでもな、9000円をかけた黒ひげですからね。えー、スタジオが自然光入った彼が、<laughs> そうね。 そうねこのスタジオは割と大きなあ窓が2つありますんでそうそうまあなんとなく外雨降ってるな今日晴れてるなあとかはあの見えるようなスタジオですよありがたいことになんかどうなんかないコメント広すぎるあ確かにね 広いあのー、多分皆さんから映ってるこ,こっち側こう後ろのスペースが結構広いなっていうことでしょうでもこう見えてない反対側も同じぐらい広いですからねめちゃくちゃ広いよえ大、ー、前さんが無表情で黒ひげ拾ってるのじわりましたあの飛んだ後な黒ひげが飛んだ後な 地味になもうやっていくしかないからそれもうだ誰かが拾わないとこれ。でこれこれってこれ今もう今ねさっき飛んだ黒ひげねこれ多分なんですけどこれって結局あのー。 分かりますこれ今皆さん何番で飛ぶかこれ本当にやっぱお前は分かっててうーん行きましょうかこれこうなんすよはいあのー はい、俺ぐらいの才能になってきたら分かるんですよこうなんていうのかなこうなぞってあ,あいきますよはい俺ぐらいになってくると自由自在というかねうん本当に。 全然いつでも飛ばせるというか飛ばそうと思ったら超能力とかじゃなくてもあのー、まあさっき5番で飛んだんであのまだ5番させばいつでも飛ぶっていうだけでこれくるくるしとかんとこれくるくるしたらもうもうわけわからんくなるんですけどね。 ええ。いや、ほんまにすごいと思って。ほんまにすごいと思ってる人おるや。いや、お前さんの黒ひげ発売してほしい,い。誰が買うね。お前の黒ひげ。お前の。 うーんカレンダーでさえ別にそんな売れへんのに黒ひげなんてもっと売れへんぞな <laughs> 誰が買うねん黒ひげ単独ライブした時もグッズいっぱい作ってさ単独ライブやからっつってえーまあ、こんな単独のな記念やから、あのー、みんなな多分いろいろ思い出にも買ってくれるんやろっつって。 ちゃんと半分ぐらい在庫を抱えてんねんから <laughs>。いらんねん。もう分かってん、経験で。うん。お前のグッズなんて、いらんねん。で、逆に、いやいや、欲しいって、これ多分今言ってたら、欲しいよっていう人、多分コメントに出てくると思うねん。だかな、何人か言ってくれてるわな。欲しいっていう人は、逆に何でも欲しいねん。だからもう分かってん。その、 いろんなものを多くたくさん安くたくさん作るんじゃなくて高いものを数少なく欲しい人だけに売りつけるっていうのがこれが一番プラスの出る方法やっていうだから500円のキーホルダーを100個作る必要はないねあれ数いっぱい作った方がロット数上がった方が安くなるわけよ、うん、だから500円のキーホルダーをまあ200個とか作るよりも 1000円でキーホルダー40個出した方が確実に売れるっていうね、yeah. <laughs> そんなこともしないんですけどね、yeah. まあでも楽しかったですなんかあ YouTube の配信があるとなんか映像映ってるんだなと思いながらやるのもこれっ買ってよこれでもだから結局あのー お前に会いに来てくれて来てくれるようなリスナーさんたちは結構みんな持っててカバンとかについてたりするんですけどこのアクスタ「お前チャンネル」のアクスタこいつの名前名前もこいつの名前も今絶賛募集中ですよこいつとこれねこれ番組ロゴと。 番組のキャラクターとこれがもう一つになってるおっきいやつもあるよねしあのキーホルダーも僕もあのずっとつけてるんですけど陰にこのキーホルダーなラ,ラバーラバーキーホルダーっていうのかななんかうんこれこれこれも2種類2種類かな これもなんかあのー、まあイベントとかな,なんかやったタイミングとかでまたまあ販売会場でね販売とかもまあやっていけたらいいなとも思ってるんですけどこれはあのネットで買えるんですよね東桜購買部でも購入することできるんでこれかわいいやんなあこれかわいいこれうちも玄関に飾ってますよ うん。玄関にこれ飾ってるし、キーホルダーはもうつけてるしっていう。うん、え、どこで買えるのって言ってる人。だから東桜う東桜公売部。東桜高バイ部。あのー、また、あ、ああげ、あげといてくれるあ、あ、X で、じゃあちょっと改めて。確かにな。最近知った人とかやったら知らなかったりもするもんね。あの、こういう、マイチャンネルのグッズ。 ななんかこんなんがよくないそのお前の写真とかよりもなんかこんなんの方がめちゃくちゃ気に入っててこのロゴを我々は是非んかああいいよ原付きのキーホルダーにつけてるけど未だに黒くなってないそうやねなあっ友和さんも「帰るの初めて知った」つって「いいよね」「ラバーキーホルダーすごくいいよ」つって言ってくれてるわ。 そうですよ。まあ、こんなんも。だモンキーの名前はとか、モンキーの名前募集中ですよ、絶賛。この名前募集してます随時。随時募集してますんで。こんなのもありますよっていうのをね、えー、買っていただければなと思いますよ。またやりましょうあのー、YouTube の生配信もね、また、なんか、きっかけがあったらね、また、 来年とか年に1回ぐらいはね年に1回ぐらいはねまた YouTube の生配信もやりましょううんぜひそちらも見ていただければなと思いますええ明日はちょっとあのお休みいただいてその代わりにあのイレーネさんがええ <laughs> まさかのイレーネさんっていう <laughs> えじゃあどうなのスタジオはイレーネさん変わるんかな 移動します移動すんのあそういうことかだからえー、明日だと「お前チャンネルは金曜日だから「風マックス」がディレクターで風間 D 体制のもと2時間やってその2時間やってる間にイレーネさんの「ブリーズ」の金曜日は深沢さんか深沢さんが、えー、その間普通に仕込みやってて打ち合わせできへんからイレーネさんは終わったら「 スタジオ移動してあっちでブリーズやるってこと曲中に移動してまた月曜日聴いてくださいこの後は私のブリーズでーすって <laughs> 私のブリーズでーすって言ってとことことこうっつってイレーンさんお疲れ様でしたこっからはブリーズイレーンがお届けしますやん <laughs> あーなんで、えー、ぜひ明日のちょっとお前チャンネルも、イエネさんやってくれますんで、えー、ぜひ皆さん盛り上げていければなと思います。また、えー、やりましょう。ぜひ配信の方も。えー、ということで、えー、お前のお前チャンネル、次月曜日ですね、えー。月曜日また聞いていただければなと思います、えー。皆さん配信も見ていただいてありがとうございました。終わりまーす。 E